最後の。第2回イケメンとやるゲーム大会。ちょっと待って待って、イケメンもう一回勝ててくれ。どこがイケメンなんですか。まあ、こいつはさておき、ビザなしだ。ビザあるわ。撮ってきてるわ。30年前の斉藤さんの写真めっちゃイケメンでした。今は今はてん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 やります。今回もですね、リンダー持ち込み企画、ルール説明しましょう。酸っぱいのが入ってる風船ガム3つ入りなんですね、どっちも。今日は4人でやります。ですから酸っぱいのが1つは必ず入ってます。もしかすると4人の中に2人酸っぱい人もいるかもしれません、うん、はい、それをですね、ゆいちゃんに誰が酸っぱいのかを当ててもらいます。はい、我々役者ですから、うん、騙しましょう、ゆいちゃんを。はい、まあ、騙せたらいいってことだね。騙せたら勝ちです。じゃあ開けまーす。はい、ドーラージとモンスター味。モンスター。じゃあじゃんけんでいくよ。最初はグー、じゃんけんぽん。あー負けたー。最初はグー、じゃんけんぽん。アイムポン、アイムポン。ボスから行きます。もう食べていいの？ダメで選ぶだけで。選ぶだけで。せーので行きます。じゃあ僕これ。はい、はい、はい。山ちゃん、山ちゃん、はい、いや、これを、これも、はい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 、じゃあ行きますか。はい、はい、せーの。大丈夫、地味じゃない。あ、じゃあ酸っぱい、酸っぱい。あー酸っぱい。あーやばい、めちゃくちゃ酸っぱい。リーダー即さん、あ、山ちゃん酸っぱい。いや、これ違う、絶対違うよ、違う、違う。すごい画力。画力すごいですね、ほんまに。お前出身は？千葉県です。東南アジアの千葉じゃなくて日本の千葉です。じゃあ言います。はい、うん、この中で酸っぱいのを食べていたのはボス一択でいきます。ボス一択で一択。はい、うん、じゃあ、うん、酸っぱいのを食べてた人手挙げて。誰もおらん。だって3つ開けてるんですよ。じゃあ俺かな。え、いや、あのね、おい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 、神経死んでんのかよ。食べてね、ちょっと酸っぱかったぐらいなのよ。どうすんだよこれ。忍者チャンネルを潰す気だよお前。これこれお蔵入りになるじゃない。答えがわからない。乗っ取りに来てるからね。おえちょっとおはぎ裏ボス、お前来年もあると思うよ。あー怖い怖い怖い。それは YouTube か、それともその職場にってことですか。いやいや、もう全然。お疲れ。あーだやだ、まだ痛いの。お疲れな。いや、でもね、俺ちょっと食べて酸っぱかったのよ。でもそんな我慢できない酸っぱさじゃない。誰、なんで。じゃあ俺、いや、俺はこれから。なんだよお前、日本の味覚が分かんないのか。これあと2つ食べれば多分分かるんですよ、答え。そうだよね、食べた時どうなんでしょうか。酸っぱかったけど、うわーって感じじゃなかった。そうだよ。じゃあコーラ食べたら誰よ。コーラ、俺俺俺。じゃあ俺が2個食べて、どれでも食べてもまた味覚が死んでるからな。どう、ボスどうですか。さっきと比べてどうですか。一緒か。もうダメなんだよ。もうダメな、残念なんだよ。あ？はい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 。どうですか。終了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 。最後の最後のだよ。涙出ても最後のボス、すいませんでした。そうだろう、踊ってきましたけども。なんか味覚バカとか言ってるけど俺じゃなかったんだよ。泣いてます、ボスが。失礼しました。ということは3人のうち誰か言ってるんだよ。でも食べ方は絶対違うもん。絶対違うもん。ちょっと酸っぱかったんですけど、こ
これで成立すると思うなよ。忍者チャンネルもう終わるぞこれ。終わりに来てる資格ですよ。資格死神だよ。終了。忍者チャンネル質問コーナー。ゆいちゃん来てる？来てます。来てる？来てます。一人からめちゃくちゃ来てるだけじゃないのか。お前言ってたぞ。お待たせお待たせ。行きましょうか、ゆいちゃん。はい、それではですね、ひろぽんさんから。あ、ひろぽん。さあ、今忙しいことは何ですか、教えてください。あ、ない今忙しいことですね。全然忙しくないんですけど、CT ならポケモンしたりとか、ポケモンしたりとか、ポケモンしたりとか、あのやってるもんね、仕事中に、ね、これはちょっとピーでお願いします。仕事中やったことないです。ゆうちゃん何？仕事。忙しい。仕事。あ、お仕事で。あとは何かな？俺は一人の人からめちゃくちゃ質問することが忙しいです。他ある？ゆうちゃん。はい、ひまりさんから。ひまりさん。質問来てます。リーダーのおすすめのラーメン店が知りたいです。ラーメンの美味しいところね。醤油ノスタルジックなラーメンだったらスタヤさん。あのレンタルビデオ違うよ、ね。まあ、豚骨ラーメンだったら博多ラーメンのヒロ、これが美味しいな。あ、大きいチャーシューが乗っててね。うわー、もう聞いてたけど美味しそう。あとね、ヤマト、麺屋ヤマト。ヤマトはもう、ヤマトは間違いないです。どう美味しいか説明しよう。ヤマトはこってり豚骨濃厚、グイグイご飯いけちゃう、もうスープ飲み干しちゃうって感じですね。みんな行っちゃってるもんね。みんな行っちゃってますね、はい。あとね、ラーメンのしまじ、これも美味しいのよ。リーダーよく行ってます。ここ美味しい。ここのね、よく炊いてるのかな、あそこはもうお店で、はい、グツ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 、すごくね、美味しい。味噌も美味しいし、醤油も美味しい。これもうリーダーにラーメン語らせたら4時間ぐらいかかるから、またの来てください。ずっと喋りますから。お待ちしてます。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもお願いします。質問コメントもお待ちしてます。質問コーナー終わった？終わりました。ラーメン黙って喋れ俺か。忍者チャンネル。